昔々あるところに、おじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこ、どんぶらこ、大きな桃が流れてきました。おばあさんがその桃をまた伝えました。桃を切ろうとすると、 中から大きな赤ん坊が出てくるではありませんか。二人はその子を桃太郎と名付けました。桃太郎はあっという間に立派な男の子になりました。ある日のことです。桃太郎はおじいさんとおばあさんに言いました。僕将来アイドルになりたいんだ。 Thank you.